いやうわいやマックス来るかもと思ったけど、いやもういやまあまあもうやなんかやりきった感があかんあかん実況せないで A ブロック第2試合、J カーさん対カットさん、あまだちょっと僕さっきの試合の余韻が残ってるんでしょう、実況してもらっていいですか。そのままでお願いします。キリアンメインで喋ったことないから喋ってみんや。まあまあ J は身内やし、まあまあ、俺じゃあちょっと相槌役でキリアン、あの関西の有名プレイヤーキリアンさんのメイン実況ですよ。そういう振りやられたらもうすごいや。いやプレイの意味でね、これは霞有利ですよ。はい、そうです、ね、確かにこれはどうなんですかね、より昇竜で落とせたらねまだいけるんです。ああこれどうなんやろね、あんだけパワーしたことばかりしてるのに全然喋れへんが、助けてもらっていいですか。頑張ります。まあじりじりしていおりがまあさばいてるのがやっぱ多い。昇竜の話出ましたけど、ジャンプボットとしてもちゃんと引きつけたら落とせるんですか。多分落とせます。うん、勝利弱いとはいえ、まあもう勝利があるだけで全然いいですからね。エンディがだるそうですよね。エンディはやっぱだるいですね。うん、まあけん制として強いから、霞やからだるいってわけじゃないけど、あ先行距離が届かない、霞がガクラ寸前、珍しいね。やばいっすか、ね、今の小足コパンマ A は多分先行のミスでした、竜巻か駒投げにして、あ先た、前転が決まり、 J 冷静やな、強いなやっぱり。 1P の J が取る、 2P のカットさんの中堅 K ダッシュ、カットさんも相当強いですけどね、強いですね、何回かモンテでやった、うん、最近モンテ来てくれるからな。あそうか、あ知り合いやろ、あ茨城ちゃうわ、茨城ちゃうわ、まあ、家住んでるところが近いんですよ。あそれでちょっと話したことがあります。はいはいはい、まあ、下と上ぐらいの差なんで。あ試合でもさあ K ダッシュが取るが、K ダッシュが結構まあちょっと減らされてるけどいけるけど、 J 冷静やな、あまあ前 B するよね、決まりヒート回り決まって、まあまあ体力削られましたけど K ダッシュは取る、うん、こっからの K ダッシュが強いですからね。そうそうそう、 J の中堅は誰や、あこっからの K ダッシュもっと強いわ。J の方の確かにね、J 守りだでね、こうそう攻める人じゃないですからね、近づかれたらやっぱり、うん、J でも守れないでしょ、前 B とか、まあ前 B があるからな、でもまあ近寄らんかったらええんやろとさばいきてますね。おしゃ、しゃがんでる。ある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 、あっからキャンセルしたらかっこよかったやけど、裏キャン、延々裏キャンないに、延々裏キャンしてる人見たことないけどな、たまたまなったりするはするけど、なんかでも教えてもらったんですよやり方、うん、意外とできたんですけどあんまり意味ないから。まあまあまあね、ポクシーのスライディングで半額できますよそれで。あマジで、延々当たりますから、ああじゃあ、うわそれ美味しいな、あ今の美味しいけどダウンしてから J バリレースやったの、そうやね。なんか普通に歩いて壊しさせてました。さあ中、さあここは中堅系出しが強い、大将クリス、あ今のあフルヒットするか、あよかったよかった、そんなんできんねやすげえ、あんたもやってるやん、いやスタンプからやれへん、あただこれ体力バッチリのまま取りましたね、うまいわ今の。さあパオークリス、まあこれはパオー有利、これはもう73でしょ、いや73は言い過ぎっしょ、64か、64ぐらい、うん、64かな、まあまあでもクリスもまあ頑張れるんでね、あまあ確かに、うん、甘えたパワーやったら探しにスタンプループもいけるし、あ、はいはい、うん、まあまあでもまあパワーがやっぱ有利、優勢で進めてますね、やっぱな、うん、いい投げからアイコボール、さあクリスがちょっと攻めづらそうにしてるわ、めくれないんかなあれ、めくりづらい、いや立ってたらめくれる、ああ7ミリが届いてジェイカーさんの勝利ですと、あれって鉄壁だ、流し前、あガーキャン前転されたら探しの時に、うん、ただ1点読みになるけど、探しで止められたらあれやし、なるほど、
あれはガードしたなんで。うん？ガードしたら。いや知らん。ああでもプルコン食らったことない。ガードされたまま。ああやっぱあんま好き。うん、さあ HP の第2試合の A ブロックの第2試合。HP キノピーさん対 2P ヤーさん。さっき実況してたヤーさん。どんな感じでした？え？あなたとメイン実況あんま変わらない。いや変わって、じゃそれだけクソゲーさんのね。いや僕は別に功績がでかいってこと。僕別にそんな大したこと言ってないです。いや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 。バイソーみたいなのにあいつほんまちゃんと勝ちやがって。さあ HP のキノピーさんが裏ロバセス裏タクマ。ねえ 2P のヤーさんがひなこハイデルネームレス。ハイデルネームレスって同居させていいんですか？あ、いいでしょ。ゲージまあ前原さんも前っていうか、いやでも言ってた、ね、やっぱ刺したくはないって言ってた。あ、いや刺したくはない、うん、でもまあ頑張るとは言ってたけど。さあ試合見てこい。ひなこ、ああ終わった。終わってはないけどこれを抜けれないでしょ。前転とかなんかリバダイを噛み合わすぐらいかな。あ、全然ちょっと枯れないが、あ、持続長。うわひなこ行きましたね。やっぱ勝利があるキャラないと厳しいから。ひなこなんだかんだで、ね、きついきついながら強すい強いからな。やっぱ強いっすね。近距離最強キャラだから。しゃがし、あ、サマーがサックス買ってさあ固めて殺してやるか。うわ、サマーあんま好きないっすよね。ないっすね。なんかフルコン行こうとしたらスラスラとか言われる。そうそうそう。あー、サマーバランスが、ここはちょいで死ぬんか。あ、でもまあ減るね。サマー残念。ひなこ相手にやっぱ動いちゃうよね。悪魔やな。やばいやん。やばいな。さあ、さっき先方出された、じゃあ中大将出されたのはキノピーさん。うわ、おしゃれ。あれ抜けれんのか。なあ、おしゃれやな。ガーキャンディー。長いっすね、やっぱりね。やっぱ長いっしょ。フランケン以上長いじゃないですか。どうすか、はい。さあ、どうしよう、これやばい。極限流。チェスト、あるある。あ、ゲージ使うのか。まあまあまあ、本人の判断でしょう。ガーキャンディー残しといて、まあまあ、殺したいと。僕もあれやったら殺しに行きますね。あまりに怖いんだよ。まあ確かに。調理が決まり、ヤーさんのひなこが3立てしました。やる。テンさん喋るな。A ブロック勝ち上がりがジェイカーさんとヤーさん。で、次 B ブロック。誰？次。B ブロック。A ブロック、タツヤさんとポアイ。マジでなんで？うまい、なんで？1P が達也さん、2P がパーエスさん。でもこれは見ものですね。パーエスからコメント見せます。パーエスが見せますとコメントしたらしいけど、負けてまえ。負けてまえ。もう逆にフルボッコにしてほしいですね。フルボッコにしてほしい。パーエスはパーエスほんまにうまいからあるよ。エースピンが入る。はいはい。さあ走ってガードしなさい。なんであれ当たるの。見にくかったが、まあまあまあこれでガチガチいって。あー、厳しい。あー、まあまあ。えいっと。もうね。さあここから巻き返せるかパーエス。無理ですね。あ、スライディングでしょ。あ、何それ、うますぎるだろ。笑い取りに行きます、ね、いや、何今のジャパンフォローから連続クしてんだよ。やば、当たってるやつ面白いよ。これどうなんすかね。これ、まあ勝利の性能があれやしな。めんどくさそうやけど、まあクーラー有利でしょう。バイツに半角内でも痛いですね。そうですね、うん、まあこれで頑張って取って、うん、中下段あるしね。セスも攻め殺せるし。さあでもやっぱやりにくそうにしてる。え、いらないとやって、達也クーラーがもうすごい、うますぎる。あー、しばらいやから美味しくないけど、まあまあまあ切り返した。さあこっからパーエス頑張ってほしいところ。ジャンディーがやって、ジャパンからスライディングフォローして、あ、中断ならず、禁止取られて、いや、まあ逆算、まあ、裏たくまできないことはないですからね、逆算は。あ、確かにね。
さあクーラー対浦田熊、これどうなんやろ、めんどくさいと思いますよ。どっちが、クーラー側が、クーラー有利なんだろうやけど、やっぱ球強いよな。うん、球強い。ガーキャンで追っ払い、橋でクーラーでやる。ただ橋も逃げると、じる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 して、こんなのとやるか。あ、足元で確定せんのかな。さあ達也クーラーがもう鉄壁と攻めの、うわやっぱ見てるわな、そこは芸術かい、大学は。うん、あ、リレーやって、こっからめくれるか。おお、表裏が見えず。あるよ、これあるよ。そう、まだか、まだまだ何試合結果書こうとしとんねん。さあ、K ダッシュ、これまあきついでしょうけど。お互いはなんか出てますが、大丈夫か、大丈夫か。あ、中段もきっちり見えて、確定？うわ、どうなんやろ、まあ暴れたかもしらんし、分からんけど、うん、で、これできっちり取って、チェーンか。あ、うま、これ、あれむずいですね。あれ確かにむずい。入るんすか、入ります、あります。どうやったら入るの、どうやったら入るの、あれ結構、ちょっとむずい、高さが。あ、たっちゃんが取って、さすが。あ、バギルさん、バギルさん、達也が誰、達也さんが取って、さあ次ウキさん対キリアン。さあ実況がヤーさんに変わりました。 1P ウキさん、 2P キリアン。ひなこ強すぎるやろ、あれはやばい、噛み合った、噛み合った、うん、このゲームなんか所詮噛み合わせたらええねん。あ、どんな実力さあってもな、勝利10回じゃええねん、最下一発勝負なんで。やっぱそういう意味でひなこ強いですね。でもうまかったっすよ、やっぱもちろん。だって 1P のウキさんがラルクラキング、ウキさんはキリアンに結構勝ってますからね、このメンバーで。キリアンが今んとこ関西では全員一の強ですね。関東の方あんま使ってる人はあんまいないですけど、弱小で取って前転で逃げるが、ちゃんと AA も NB も使ってるのはうまいよね。 NC 一択じゃなく暴れ潰しも、ああちょっとサウコまでも暴れ潰し、燃えろーと。さあキングきつそう、ウキさんちゃんとミラダに甘えないところがいいよね。うん、俺だったら最速でミラダに暴れて死んでますね。空転からあ、うまっ、受け、あ、暗い流れで、おー、きっちり、うまいね。さすが関西で有名な京津大さん、攻めるからやっぱりゲージがすぐ溜まってる。うん、攻め方がうまいです ね、攻め方、固め方で、上も見てるし。さあ、ウキさんの魂からラルフ、あ、うまっ、こっから、あ、二度富みからちょっと暴れてしまったか。しゃがしでよりフレームを通りつつ、ペチ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 、一発一発が重いな、ラルフは。うまい、おいしい。さあこれで5分まで持ち直しましたね。同じぐらい、あ、ただ K ダッシュ、ラルフ K ダッシュいけると言いますけど、うん、でもなんだかんだでやっぱきついですよね。ジャンプが噛み合わず、さあ K ダッシュとか流れが攻めて、うお、うまい、うまい。あ、じゃあちゃんと尻投げしてんのがいいね、駒投げじゃなく。おー、さあペチッと当てて、おー、ラルフうまい、あー、死に投げが。さあペチ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 と1ヒットずつ取って、あー出ちゃうねんな、しゃあない、わかる。ただ安全に終わってよかった。さあウキさんが触らせないように自分だけ触ると、ガーキャンも取って NC で半角、ちょっとブラックに間に合ったが、あー NC がちょっと噛み合わないが、さあジリ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 、キリアもちょっと焦ってるか。その焦ったところに噛み合うんですよね、 NC ラーは。さあこうやってジリジリ、あーうまい。さあここで、あー硬い、うまい。キリアのポリシーであんま前ビーは使わないというのが裏目に出ちゃいましたね。さあこれでラルフ対クリス、ねえ、技の置き方がうますぎる、やばい。さあここで取れるか、
あ、足払いで取って、あ、スタンプがあって、さあキリアンが体力もゲージも温存したまま通ると。さあラル、クラークか、クラークですね、最初これどうなんすかね、はい、いやー、やっぱりクリス有利だと思うんですけどね、ゲージでもガトリングスパキャンできる人ですからね。さあじりじりやって足払いで取ると、今のは危なかったか、まあ当たってよかった。さあ取って、あー、AA が、じゃあ AA が強い、クルタイク強いわ、もう足払いいい加減せよと立ちジャンプぶっ飛ばしで取る。あ、これでいい感じになってるが、さあクリスも、いやゲージもあるからキリアンスラスラできないんですよ、なんでできへんねんさあでも5ゲージクリア、さあここでまあガーキャンで追っ払い、あ、逃げられた、これだるいな、確かにきついか、あー、えんつい、あー、うまい、あ、キリアンが取って、2P のキリアンの勝利ですと。キリアンやる、ラルフ強かったっすね、さすが我が元相方や、技の選び方がやっぱ素晴らしい、僕と奥さんはまあデュエルゼロ勝ですけど、デュエルゼロ勝という見事な結果ですけど、ヤヤさんが、キリアンが試合終わったんで帰ってきました。楽しいです。C ブロック1試合目、エムラーさん対要塞さん、これトッププレイヤー対決、見ものですね。あ、草薙なってる。はい。あ、そうだ。ベニマルきついから草薙にしました。どうなるか。これやっぱこの対決が全てですか。そうですね。試合左右すると言っても過言じゃない。お互い、あー、後転ちょっと読めたから、まあまあ結果オーライ、先飛びにはちゃんとガードして、前浦さんが攻める、噛み合うが、さあ取ってますね、前浦さんがいい感じで取って、あ、シャラーちょっとタイミング噛み合わなかったか、あ、うまい、シャラー、あ、ジャンプぶっ飛ばしか、あー、じゃあ上ガーキャンで嫌がり、あー、尻投げが入り、立ち B、 立ち B、ちょっと怪しいけど、まあまあ、あ、勝利が出ないか、でもまあ前田さんは取って、おー、うまい、さあこれ体力こんだけ温存したまま取ったんでかいですね、これはでかい、うん、マジででかい、だか要塞さんの中で最強キャラ、かすみ、この人かすみバリ強いっす、なあ、かすみマジです、もともとアンディ使ってたんでね、かぶせ技とか知ってるんでしょうね、壊した時をきっちり取ってからの固めるが、キッチで逃げて、ジャンプ、あ、ジャパンを通り越して取ると、体力同じぐらい、やっぱきつそうっすね、かすみ、ブラックアウトで逃げて、お、これはいい感じで暴れて足払いが入ると、うますぎるやろ、何今の、やばやば、今のかっこいい、やばいやばいな、かっこよすぎる、さあ要塞さんきついが頑張ってほしい、さあ K ダッシュの残業が始まりますと、結構減るな、やっぱ減るよ、だから強い逃がさんとやって、お、当たってしまった、あー、ちょっと中断と思ったか暴れたか分かんないですけど、あ、これネームレス取れば分かんないですね、そうやな、うん、ゲージがただどう、何分やったから1位ぐらいかな、ちょっと厳しいかもな、2か、まあまあ、ただ前浦さんの草薙めっちゃ強いですね、さあこれでどうするか、まあ雑魚は高いし、まあ草薙なんか触んないようコードがありますよね、ジャンプ後ろがあるから、さあ入った、死ぬか、死んだ、あっしゃー、見つけてしまう、残念、これは痛い、山崎さん残念、これ痛い、もう見捨てしまったから、もう激しくいっても別にしゃあないが、こうなったらネイベス厳しいですね、厳しいですね、飛び道具でね、うん、もう、あー、うまい、さあ闇払いっぽい立ちぶってましさあじりじりして、あ、ジャンディ強えな、あー、ちょっと赤ゲージになったぐらい減ったが、パーナして5パン、あー、繋がらない、こうつけこれか、まあ一応ゲージ溜めか、ゲージ溜めたか、後転、うん、ただ要塞さんあるよ、2ゲージあるし、3前か、あ、2か、さあお互い、決めたらもう赤体力、うん、
さあこれジリジリしてる。ああ掛け陣あるがまだある、まだある、全然ある。中段きっちりガードしてパンパナス、そりゃしゃあない、見えへんもん。さあこれジリジリしてる、ジリジリしてる。さあこれどうなる。陽才さんもねえです、めっちゃうまい。ただ前村さんもうまい、前で取って、あーうますぎる、あー残念、終わった、終わった。冷たい、絶世で勝てんのかな、無理か。いや無理やと思いますね。うますぎるやろ、レベル高い試合でした。さあ